はい、こんにちは。スティールパンのあさとです、今日はスティールパンのスタンドを紹介したいと思います。テナーパンのスタンドを2種類紹介します。でまず1つ目が、スティールパンガレージに売ってる折りたたみ式のテナーパンのスタンドです。こんな感じで一直線になっていて、ここにネジがついてます。この下のネジを緩めるとスタンドが開きます。で、今緩めたネジを止めるともうスタンドが自立してもうスティールパンがかけれる状態になります。で、高さの調節はここです。こんな感じで自分の好きな高さに止めて、まずは完成。その後スティールパンを吊るしていきます。こんな感じですね。スタンドを出してから組み立てして完成するまでの速さが非常に速いです。本当に数秒でできちゃうので、スタンドを持ち運んで、例えばリハーサルをして、でまた帰って翌朝翌日はまた別な会場で本番とか、移動が多い人にとってはこのスタンドすごい重宝するんじゃないかなと思います。で、演奏してみても不安定なことは特にないです。で、スタンドの解体ですけども、これも非常に簡単です。まずは、スティールパンを下ろします。で、高さを元に戻して下のネジを緩めます。そうするとまた一直線に戻って元の形に戻ります。で、これをこれ少年野球のバットケースなんですけども、少年野球用ですね。大人のバットは多分もっと長いんでしょうね。これは子供用のバットケースらしいんですけど、これが非常にぴったりで、こんな感じです。こんな感じでしまえるので、スタンドケースに困った方はこれ探してみるのもいいかもしれません。で、次です。これは高柳製作所というところの、スティールパンのテナーパンのスタンド。こんな感じになってます。こんな感じですね。こんな感じになってます。こちらの高柳製作所のスタンドはパーツがバラバラになります。なのでその分コンパクトになるんですけども、毎回、演奏する前には組み立てることが必要になります。はい、こんな感じで完成します。先ほどの折りたたみに比べて安定感があるかなっていう感じがしますね。まっすぐなので。で、ここで注意が必要なんですけども、このスタンドは、ダブルセカンド用のスタンドです。ここに1つパーツがついてて、ダブルセカンドは、2つスティールパンがありますので、ここにもう1個パーツをつなげてセカンド用のスタンドにします。で、テナーパン用の、スタンドにはこれついてません。なのでちょっと今日ここで今紹介しているモデルとテナーパン用のモデルはちょっと違うんですけども、まあ、ほとんど同じなので空気感は伝わるかなと思って今日紹介しました。ちなみにセカンド用のパーツは今ここに入ってて、このような形で入ってて、同じように組み立てれば2つスティールパンを吊るすことができます。で、実際にスティールパン吊るしてみます。こんな感じですね。で、高柳製作所のスタンドの特徴として、ここ見えますかね、ここのネジが2点で止まってます。2つのネジを止めることでより安定性が高まりますね。演奏しててたまに、ほんとたまにですけど、スタンドが片方がドンと落ちてしまうことがあって、
演奏できなくなっちゃうことあるんですよね、本番の途中でも、まあ、リハの途中でも。でこういう風にネジが2つついてるとそれがほとんどない、もう全くないですね。あの安心して演奏できるかなって思います。そういう点でこのスタンドが好きだっていう人も多くいます。で演奏も全く問題なくできます。特に揺れることもないですし、あの安定感がありますね。解体はこんな感じです。さっきと同じようにまずスティルパンを下ろして、これを解体していきます。はい、こんな感じで、しまいます。で実際にスティールパンと一緒にこう持ち運ぶことを考えてみたいと思うんですけども、まずこちらですね、この折りたたみ式のスタンドとスティールパンを一緒に持っていくようなシチュエーションです。僕の場合はこうやって肩にかけてスティールパンはでキャリーにくくりつけて運ぶ感じですね。これで僕は全く問題ないんですけども、ただ、このスタンドが長いっていう風に感じる方もいます。で、例えばこのまま改札、電車の改札とかに行ってドアにバンバンぶつかっちゃうとか、改札にぶつかっちゃうとかっていう方もいますね。これを例えば肩からかけている方とかもいるんですけども、こうするとかなり横幅が出ますよね。これが持ち運びに不便だっていう人もいます。はい、これが高柳製作所のスタンドを持つとき、僕はこんな感じで肩から背負ってます。こんな感じですね。こんな感じで、こんな感じで斜めに背負うこともできると思います。先ほどのスタンドに比べて長さがないのであまり邪魔になることもないと思います。はい、こんな感じでスティールパンにくくりつけることもできますね。で、やっぱり横幅が短いのであまり邪魔になりにくいのかなと思います。こうやって運ぶ人もいますね。電車の中でもあんまり邪魔にならないのかなって思います。はい、というわけでこの2つのスタンドを比較してみました。移動が多くて長いスタンドが気にならないっていう方はこちらをおすすめします。あの毎回のスタンドの組み立てが楽なので、あの僕もこっち愛用してます。であまり移動がない人ですね、そういう方はこのスタンドを買ってこれを、もう組み立てっぱなしでいいと思うんですよね。それを組み立てておいて、例えば家だとか練習場とかに置いておくっていう形ですかね。そういうケースの人はこちらおすすめですね。あともう一つ、移動するときに長いスタンドが嫌だっていう方もこちらおすすめします。あの先ほど説明したようにやっぱり邪魔になるんですよね。満員電車の時とか特に辛いと思います。こう大きい、ただでさえスティールパン大きいのにこれまで長くて引っかかって周りの人に迷惑かけちゃうっていうケースも多いので、移動が多いけど短い方がいいっていう方はこちらのスタンドがいいかなと思います。ブログにもこちらの2つのスタンドを紹介してますので、よければ見てください。では今日はこんな感じです。ありがとうございました。